MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。つい先日スピードキングツアーの第3ラウンドがネクストサーキットで開催されました。非常に、どのクラスも盛り上がりまして、会場でご覧いただいた方、もちろん参加された方はね、言うまでもないんですけれども、配信でご覧いただいた方など、もう多くの方に楽しんでいただけたのではないかなと思っております。私もね、スタッフの一人として加わらせていただいてるんですけれども、本当に盛り上がったよねとこう、実感させていただきました。で、レース運営スタッフとしてはもちろん皆さんの公平な目で見させていただいておりましたし、一人一人の選手の皆さんがもう 100% 楽しんでいただけるようにということで全身全霊努めさせていただいたんですけれども、一歩離れましてね、一ユーザーという形で言うと、自称地横ということで、やらせていただいて、勝手にやってるんですけどねやってることもありまして、今回のレースは特に、横模写の活躍というのも目立ちましたので、そういった意味では、ますます嬉しかったかな、個人的にはね、そういう喜びもあったんですけれども、でここに私の BD12 があります。これはスーパー GT 選手権用ということで、ここ最近楽しませていただいてるんですけれども、彼ら、チーム横も本物のね、チーム横もの皆さん の、 活躍ぶりも、まざまざと、見せつけられたというところでは、興奮ももう、マックスマックス上がっているわけですよ。で、やっぱり、私もそうなんですけれども、一般ユーザーの皆さんっていうのは、そういうこう、ワークスの方とか、サポートドライバーの皆さんの、その活躍ももちろんなんですけれども、どういう車でね、走っているのか、どういうふうなセッティングで、どういうふうな走らせ方で、というようなところで、できるだけその情報を手に入れて、自分の車にもそれを反映させて、好成績を収めていければな、というところがあるじゃないですか。そんなこともありまして、先日会場でチーム横も紹介動画っていうのも撮らせていただきまして、もうこれが出る頃には配信済みじゃないかなと思ってますので、そちらの方もご覧いただけたのではないかなと思っておりますけれども、その中で、各ワークスの選手たちが、やっていたセッティングと言いますかね、このノーマルからの変更点というところを今から私もですね、反映させて、次またサーキットに行く予定ありますので、たっぷり練習を積まなきゃね、やっぱなりません。だってこれ、その、北川さんがもう本当は600周走りましたよって言ったら、たったみたいなこと、先週は走らんとダメよねって言われましてね、もう普通に言わはるから、冗談言ってらっしゃるのか、もう本気で言ってらっしゃるのかがもうわかんなくて、こっちも、そうなんですかみたいな、リアクションをしてたわけなんですけれども、やっぱ数多く走るっていうのは本当大事だなっていう、この間の、600周以上走った時にも感じたんですけれども、ですので、今回、今からこの変更を加えていった上で、その先週目標に今度走っていきたいなと思ってるんですよ。となるとやっぱサーキット行ってから変更を加えてると、ちょっとでも走行させたいって思ってる中、時間食っちゃうじゃないですか。だからいつもセッティング変更とか何かものを投入するときっていうのは、その前の段階でちょっと走らせてから、交換して、その違いを体感したいな、それを動画で、紹介したいなと思って、一旦は変更前の状態でやるんですけど、もう今度はもう一発目から、その新しいものを入れてコースにしようかなと思っております。で、これ今自宅でこう動画撮ってるんですけれども、これが、この前、そのマニアリのレースで使った時の状態で置いてある車です。はい、特にこれといって何か触ったわけではないんですね。で、今から変更するものというのは、動画の中で皆さん、ワークスの皆さんがつけていたもの、特にアッパー系ですよね、何を変えていたかというと、これノーマルのアッパーデッキ、それからビス類も、これノーマルの鉄のビスがそのまま
そのまま全部じゃないや、ほとんどついてる。ただここはアルミのビスに変更してあるんですけれども、ただこれもねちょっと違うんですよ。それもびっくりしたんですけど、まずねアッパーデッキはこちらの、はい、出てまいりました。いずれも BD12、BD12 用に新製品として、もうもちろん販売されていますので、もうすでにつけてらっしゃる方もね、いらっしゃるかとは思うんですけれども、いずれも販売中ですので、興味ある方はお試しいただければということで、私も今からこれを取り付けていきます。それだけじゃなくって、みんなね、アルミのビスに交換してるっていう話をしてたかと思います。で、私の手元にもこれ今アルミビスあるんですけれども、これ6ミリと8ミリです。2種類用意しました。っていうのも、このアッパーデッキ関係、結構ごっそりこれから変えようと思ってるんですけど、6ミリのところと8ミリのところがあるんですね。なので、また説明書を照らし合わせて、きっちりと変えていこうかと思ってるんですけれども、アルミはアルミでも、よいしょ、今ね、すでにシャーシについているアルミビスは、これ見て、わからないよね。わかるかな？ちょっとだいぶ寄せて、私の顔にピンときてもしょうがない。こうしたらいいのか。来た？来たね。ほら、普通のビスです。形は普通のビス。で、素材はアルミなんですよ。で、これもいいんですけれども、今回ね、手に入れたアルミビスっていうのが、こう袋に入ったものでわかるかな？出した方がいいか。ちょっと違うんですよ。動画の中でも説明あったかと思うんですけれども、カットしてなければね。これちょっとこういう風にして出してみますけど、わかります？このビス頭のすぐ上の部分、このネジじゃなくて、ネジがない、なんて、ネジじゃない部分があるんですよね。いや、ネジ切ってないんですよ。最後までネジ切ってないんですよね。で、その違いが今までというか先につけてたものと違うんですよね。うん。で、こうすることによって、ここがまあ要は太いんですよね。ネジ切ってないところが。それによって、それによって、アッパーデッキの穴の部分がよりこうガタつかないということで、ずれにくい構造にこのビスがなってるということなんですね。すごいでしょ。そういう新しいビスになっていますので、まあ、これまで横物のビスを使ったことないという方、それからですね、古いタイプのビスを使ってるという方もいらっしゃるかもわかりませんが、まあ、こういうビスもあるということで、これ、ロープロヘッドヘックススクリューという、こういうタイプなんですね。これも、もちろん販売されていますので、興味ある方は使ってみてください。素材はアルミということで軽いんですけれどもね。うん。柔らかいっていう表現した方がいいのかな。アルミのビスを使う理由っていうのは、やっぱり鉄ビスよりも柔らかい。ということで、シャーシフレックスを効果的に、まあ、導けるということで、ワークスの皆さん使ってたということなんですね。ですね、ここに説明書、これね、ネットで出てますんで、公式サイトにね、これをダウンロードして、こうやっておけば、まあ、サーキットなどでもね、ベロッと広げなくてもいいということで、便利なんですけれども、まあ、これを見まして、やっぱりね、このアッパーデッキのところのこのビス、こっち前6本、後ろ6本。これ1個抜いてますけどね、さっきね。12本は6ミリなんですよ。なので、まず、このフロントアッパーデッキって、これ全部これビスを外していきますね。はい。まずこうやってビスを外しまして、こういう風にね、アッパーデッキ取れました。で、これは当然、分厚い方ということで、標準なんですけど、こう。ね。アッパーで、こうなってますね。わからん。ノーマルが分厚くて、オプションの方が薄いということになっております。で、これを今からこう取り付けていくんですが、場所はそのまま一緒ですよね。形が一緒ですから、まあ、そのまま置き換えるだけ。で、使うビスが今回こっちの、さっき説明した新しい方のビスと。これをとりあえず全部、まあ、付けていきますね。というのも、人によっては、
ここ外して本数減らしてましたよね。あの TC1 クラス優勝した吉村翼選手は、結構3本3本で止めてたんじゃないかな。ここも2本外して3本3本で止めてたような気がするんですけれども、ここはあの数によって当然その効き具合というかね、ひねり具合が変わってくるので、多分あの彼もいろんなところ外したりつけたりして確かめてそういう風に持ってったと思うので、まあ、とりあえず全部つけてみます。今これと4本つけましたけど、で後ろも同じくなので今から変更します。はい、こうなりましたね。ビスの交換が終わっております。アッパーデッキも両方とも薄い方のタイプですね。で、あとあの8ミリのビスでこのバルクヘッドのところ、ここもそうなんで6本分は変えておきました。あとはね、長さが違うので8ミリのところがまたあったら使おうかなと思うんですが、上から見た感じではこんなところかなというふうに思います。まあこれだけでもね、あのこの間見たワークスのマシンと似たなぁという感じがしますんで、さらに速くなったような気がします。はい、で、この状態で、あとはあのスプリングがね、うんぬんとかいうのはあったんですけれども、まあ、ひとまずこのセットの状態で走らせてみて、またあのいろいろ変えてみるところはあるかもしれませんが、とりあえず今回入手したオプションはこういった状態で掘り込めましたので、さあ次はいよいよサーキットでの走行テスト、走り込み練習、先週オーバーでしょうかね目指して頑張りたいと思います。